はい、おはようございます。10月1日6時16分の相場解説になります。えー、月が変わりましたので、えー、マンスリーを見ております。こちらの方に三角で書いたペナントがありますけども、若干ブレイクしたように見えますよね。で、えっ、ー、と、これはですね、えー、もうちょっとシビアに見ると、うん、こういう風な形にもなってくるわけなんですよ。 うーん下の方にね、これ突き抜ける前兆なんではないかなと思うのが、マンスリーの見方です。で、えー、次が、ウィークリー。週足なんですが、ちょっと長い間、横ばいにいた状態に来てるかなと思うんですよ。下はここでしょで、こんな感じですよね。横ばいかなと思いますけども、でもそうでもないかなと。こういうふうに下がってるところもあります。で、ちょっとおさらいしてみますけども、こういう図をね、何回も何回も書きましたよね。 やっぱ跳ね返るでしょここで跳ね返るでここで跳ね返ってますよね、えー、ですからずっと回戦略っていうのは、まあ、正しかったんだろうなと思います、まあ、瞬間的にね下がる時もあるんですけどね。ねこれが今後どうなるかっていうとこういうふうになっていくんではないかなと思うんですけどもねだんだんと三角形ちっちゃくしていってこっちに抜けると、まあ、私はここをいつか抜けると思ってるんですよ 4回目、5回目ぐらいのトライで抜けるんじゃないかなと思います。上に行くことはまあないと考えますね。デイリーです。はい、デイリーになってますと、だいぶ下の方に推移しているところから見えてですね、セカンダリートレンドは上がってるよっていう話をずっとしてきましたね。ただ、そのセカンダリートレンドの上がりも、そろそろ終わるんではなかろうかという気がします。高根県についてきました。こういうふうに。はい、ずっと上がってきてね。で今度、ここが左右対称って話をしましたよね。 左右対称ここら辺が。ということはどういうことかっていうと、今度はこういうふうな左右対称が訪れるという仮説も引けるんですよ、ただですね、この左右対称っていうのは、私、そんなにね、当てにしてないんですよ、迷信みたいなもんで、でもまあ、これが私の印象にあるってことは、左右対称で、本当にね、推移することが多かったっていうことなんですよね、この3年間の推移で。3年間やってくると、本当にね、いろんなものが見えてくるんですよね、はい、これ、左右対称を拡大したところなんですけども、うんまあ、今のところはですね、 上昇しているようには見えますこれが、下降に転ずるところが、うん、まあ来るんではないかなと思いますよね。ですから今後しばらくは上昇していくところを見るんですけども、大きく下落をするところも確認できるんではないかなと思います。私は今度はね、売りで戦略を取っていく10月にしようかと思います。10月は売りが多くなるんではないかなと思います。ただもう一回見てみましょう。えー、っと、これ、ウィークリー。 どううでしょうかね私は今売りで行くって言いましたけどもずっと買いできてるんですよここねだから週単位で見るとやっぱりね買いの勢力が強いんでしょうねでもう一回デイリーの方を見てみます、うん、ここら辺からちょっと売りが始まるようなねここに抵抗がありますんでねここ抵抗終わったところです ここが抵抗を割り込んだところね。み足出して、ズバーンと下の方に抜けたところです。抜けた前っていうのは、やっぱここを超えられてないんですよね。ここを超えられてないと。抜ける前って。抜けた後ってのは今度逆にレジサボ転換を起こして、ここでも突き抜けない、ここでも突き抜けないってことになってきてます。で、いよいよ、次のトライなんですけども、ここ抜けずに、左右対称を描くような感じでこう。 押していくんではなかろうかっていうところでね、一貫してるわけなんですけどね、えー。それではね、今月も頑張っていきましょう。私は今月はどっかで売りが始まると思ってます。10月の上旬、大きな売りが始まると思っております。